はいどうも、しろこりです。こんこりカセットビーストを続きを遊んでいきます。前回レンジャーのリーダーに初めて負けてしまいましたので、まあパーティー編成は考えたんですが、ちょっとレベル上げをしたいメレディスと、あとモンスターの星レベルを上げて、それに合った技を覚えたいっていうのもあって、まだ手をつけていない、おそらく自分よりレベルの低いクエストを進めていこうと思います。まずロストハーツ墓地行ってないんですよね。不気味な笑い声、友達から聞いたんだけど、川の西の方にある墓地でお墓の一つから誰かがヒステリックに笑うような低い声が聞こえてきたんだって。変だよね。というわけでこちらを進めていきましょう。なんだかんだ後でやろうって思って、でも収録したいなって思ってずっとほっぽってましたでね、なんだか、なんだろう、あのリーダーと戦ってから野生のモンスターがかなり少なくなっちゃいました。どうしてでしょうか。この人と戦ったっけ。あ、ジェリコッツと、この人とはもう戦いましたね。で、野生のモンスターが、これは野生のモンスターそっか、なんで見かけなくなっちゃったんだろう、そこ謎なんですよね。で、ここに何かがある。墓地ってめっちゃ陰気だよね。うちは好きだな好きそうかも、確かに。で、これで全部青にすればいいのかな。うわ、寄ってくるポポジシ、こんなところにいるんですね。あ、ポポジシがいるところっていうのはなんか洞窟とかそんな感じのものがあるって言ってましたよね。きっとあるんだろうな、ここら辺に。地下鉄の駅とかある。いや、さすがに町から近すぎるか、さすがにないか。ナイス。で、これを青にすると道が開かれた。ほい、ここに、なんだこれ、大天使の像っぽい。何何何ずっと隠れてたの、コソドロパン。はい、でここに、あ、レバーがある。レバーだ。おーおーおお、地下鉄駅じゃないですか。こんなところにあったんですね。また地下の駅、誰が作ったわけこんなの。ねえ、私もそう思う。どうも。はい、開通してくれたのね。で、奥に道がある。お、なんと悲惨な最後だ。さしずめ、死の袋小路といったところか。マジ大天使いる。うわ、最高、不気味な墓石だ。メレディス、私たちのってこと。マジ、あの朝ベッドから出なければよかったのに。白こりの墓、本年ここに眠る、去年は不明、どうか安らかに眠らんことを。何これ、気持ち悪いんですけど。生を願う意志の強さを見せよ、何時らの命を懸けて戦え。この子と戦うの。ホーンデッドとビショップトン。 OK、 OK なんだけど、まあポーンデッドから、ヨルムンゴルドはちょっと相性が良くないので、アストラルタイプのギャラゴアにしましょう。はい、マルチターゲットいいね。防御ダウン。大丈夫。で、メタルリフ、メタルリフでいいよね。あとはムーンシャインで混乱させとく。ナイス。おお、結構効きましたね、混乱。いないいないバー、命中率ダウン。ナイスナイス、これで倒せるでしょう。はい、この子たちは楽勝です。
どんどん強くなっていくのかな。実に面白い。もっと見たいものだ。これ道は？何時らの骨折りに褒美をやろう。疲れ果てし者よ、休むがよい。回復してくれるんですか。気が変わった。休息は墓石の下で取るがよい。なんで気ちょっとわかる。なんで私がすぐに動いたから。どういうこと。休憩させてよ。ひどいよ。ボンデッド。あーまずい。並び替えるの忘れてた。並び替えるの忘れてた。でもポンデッド倒せた、もしかして。あーよかった、よかったよ。ポイズンウォールか、嫌ですね。ポイズンウォールか。吐き出すで地道に壊すしか。おい、おお、タッチダメージ、いいね。で壁が壊れたのでメタルリフと噛みつき、ナイス、オッケー。メレディスレベルアップ。これで道が分かんないからな。あれ、進む道を間違えれば何時は墓へと送られるだろう。本当に。まずこっちじゃん。でさらにまっすぐで宝箱没収される。あー、また墓に戻ってきちゃった。これだってなんだろう、道しるべっていうかヒントないですよね。左ってこと。あれ、なんでだ。上まではいいじゃん。こういうこと。あれ、なんかメモが落ちてきた。血で方角が記された紙切れ、後半部分が破り取られている。記されている方角は上上下下だ。紙にはびっしりと正気とは思えない笑い声が殴り書きされている。アルドグレイブ地下墓地の手がかり。上上下下下とかあるんだ。下とかいう選択肢あったんだ。上上下、おえー、下に行くらしいじゃん。結構ギリギリでしたね。上上下下、下って落ちるってこと。上上下落ちるってこと。あー、これた。あなた、人間が死に続ける限り死者の埋葬用地には需要が生まれるんですよ。つまり黒字が保証された収入源というわけです。なんでランドキーパーがこんなとこにいんのよ。どうして。へー、キングレイブ。あそこからまた進化してこれになるんだ。二段進化だったの、キングレイブって。そうなの。なるほど。吐き出す、いや、変えるか。大地に強いヤラゴアにして、マルチターゲット、吐き出す、ポイズンウォールか、そっちにつける。なるほど。あ、両方じゃん。ウォールつけやがったな。あら、もう地道にやっていくしかないじゃんね。待って、ビーストボールか。弱点じゃないな。本当に？じゃあ届かないってこと？いらない。バーサクか。アタック、ウォールが壊れた。下はウォールが壊れましたね。そうか、スラコッツ、シールドバッシュ、
テキパキラッシュ。結構やられたな。おお、そっち？あれ、私そっちにしたっけ？なんか、あ、そっか、マルチターゲットか。じゃあいいんだ。ビクトリー。私はランドキーパーを辞めて不動産ではなく墓を切り盛りした方がいいかもしれませんね。なんでこんなところにいたん？ちょっと回復しますわ。上上下下で、あ、戻ってきちゃった。マジ、その後のヒントないですからね。上上下下下、違う。上上下下右、違うマジかよ。左右左右、あ、上上下下左右左右、 BA だったか AB だったか、そういうこと。上上下下左、結構長いな。おー、カード、左右、この大穴からは強く死が匂うだろう。落ちぬよう気をつけることだな。左右左、お、やった。どうやってここへ。それはヒント、ヒントもろたから、クイーンニキス、クイーンバージョンもあるんですね。それは知らなかった。いやー、マジか。クイーンニキスは記録したいですね。ビーソウル。ボール系だと、吐き出すクイーンニキス、スイッチしてザントミン、デジャビュ使う。まあ、マルチストライクは AP がないとできませんからね。で、吐き出すクイーンニキス、叩くクイーンニキス、これで、あー、ギャンブラーか。あー、倒しきれないかも。ギャンブラー結構ステータス上がるっぽいですよね。あー、倒しきれぬ。マジか。メタルリフで全体攻撃、マウントバッシュでジャークパイヤー、痛いよかった AP なくて。あー、ナイス。仕返しの呪いとかやめてほしいんだけど。はい、ビクトリー。手ごわいな。あ、てか、あれ、記録するの忘れてた記録するのすっかり忘れてたんですけど。で、左右左右、ポーンデッド、こっちか。あー、戻ってきちゃった。左右左右、こっちかな。あれ、違う。あいつ倒さなきゃいけないのかな。なんだろう、難しすぎるんですけど。左右左右、こいつを一応倒す。それでカードキーが手に入るかもしれませんからね。で、吐き出すポーンレッド、ムーンシャイン、クイーンニキス、いきなりギャンブラー？早ない？もうちょっともうちょっと AP 貯めてからにとかにした方がいいっすよ。混乱。よし、ポンデッドは倒せた。混乱。
AP ドレインいいですね。メタルリフ大地、シールドバッシュでいいね。おー、使ってきた。メタルリフシールドバッシュ、ナイス。でメタルリフシールドバッシュ連発するか。いいね。せっかくギャンブラー使ったけどAP ドラインが効いてますね。あーナイス。あ、記録するの忘れた。また記録するの忘れちゃった。お、時計の針が真夜中を指したぞ。何時ら人間は誰もが皆最後には必ず死に直面する。だから我をそう待たせるな。おー、列車の切符。これで左。違うやん、ちょっと。道教えてーな。これで左。あ、よかった。一旦バックから列車の切符を使った。これ、きっと戦いでしょう。よし、これで行こう。ここ、一体どうなってんの？まるで何かが体に押し付けられてるような感じがする。脳みそからテレビのノイズが聞こえるみたい。よし、今回の大天使は？オチか。おー！また別の大天使じゃん。大天使って感じの見た目で来ましたね。なんか大天使ってさ、2D、めちゃくちゃ 2D のやつと 3D のやつがいるんですよね。何なんだろう。今回もあれからはなんか見ちゃいけないものだって気配がするよ。今回はほんとそうですね。何時ら肉の器は大いに死の夢を見る。その儚き生を、死を夢に見て過ごすことで浪費する。我の元へ来た理由はそれか。あ、こいつめっちゃメタルバンドっぽい外見してるね。確かに。メレディス好きかも。でもなんかうちらを殺したいって考えてそうな気がする。何時らの恐怖をむさぼらせるがいい。何時が真の死を知らしめてやろう。来ましたね。ラメントモリ死の夢。おー、対戦よろしくお願いします。ラメントモリか、今までとちょっとテイストが違いますね。まあまずは吐き出す。でムーンシャインでも使っとく？混乱するかな、大天使。命を吸い取るか。大丈夫。混乱するか。した。よし、これでなんかいい方向に行くといいけど。ギアショットオートメーションナイス。で、あー、フュージョンもありっちゃありですね。相手の攻撃の属性をもうちょっと見たいかも。吐き出す。シールドバッシュするか。いや、AP ドレインするか。吐き出す。ボーンキャノン。ボーンってなんだ？大地かな？ビーストウォール使うんだ。AP ドレイン、壁。あ、よかった。いけるいける。これでちょっと攻撃が遅くなりますね。相手の。吐き出す。壁があるんでしょ？ AP ドレイン、もう一丁使っとくか。壁に阻まれる。またビーストウォール。またそんなにボール使う？エピドレイン、中和か。変化なし。じゃあ白コリはザントミンに変身してエピドレイン。ザントミンはウォールを打ち砕く能力があるので
復活の儀式マジか。復活の儀式状態のモンスターは倒されてもヒットポイントを4分の1回復して復活する。嫌だな普通に嫌だな。宿り着ね。 AP ドレイン、うん、で打ち砕く、ボールを破壊する。で、あーどうしよっかな。まあどうにもできないもんね。AP ドレインを使い続けるしか。いやー、ギャラワーにボール学ばせてなかったな。命中率下がんないんですね。これでラメントモリの AP が溜まったから、エレメントウォール、エレメントウォール自分につけたいけどね。ちょっとメレディスの方にやりましょうか。これあー、エコー探知相手に使っとけばよかったな。ザントミンの方にね。シールドバッシュ行くか。死の光、あっていうか普通にウォール間に合わなかったしね第一ウォール間に合わなかったしね。マジ。まあ行くか。マウントバッシュ、放射熱線、ギャラゴアは大丈夫。ナイス。ただこれ倒しても4分の1で復活するからね。放射熱線ナイス。エメントもラメントモリは死んでしまったが、復活の儀式で蘇った。うん、復活済み状態になった後は復活の儀式などの効果で復活できなくなる。さすがにって感じですよね。マウントバッシュ、 AP ドレイン大丈夫、もうちょっと頑張ってくれ。 OK、エピドレインは効く。マウントバッシュ、シールドバッシュ、おー、もうちょっと頑張ってくれ二人とも。ナイス。これで攻撃が当たれば勝つやろ。当たれば。あー白コリーザントミンいけるやろ。ナイスビクトリー。いやーなかなかでしたね。スタミナが10上がった。ほい、これメイン進んだんですね。島から出たいと望むのならば、我が言葉を我が歌を聞くがよい。自らの手でなさねばならぬ。遠き道のりを行かねばならぬ。東へと翼を広げ飛ばねばならぬ。私だけが知る場所へ。そこにあるのが我が広間。今やうつろに捨て置かれた部屋。危険を冒して北へと向かえ。気まぐれな道が交わる場所へ。その地にありしは赤き木々。落ちた枯れ葉が足元で音を立てては、なんとか。そういえば北の山はまだですね。我が種族でさえ真の死から逃れることはできぬか。また来た三角頭。おお、いいね。ビッグな骸骨くんか。チームに一人はいてほしい人材だよ。チーム、君と私とで、いずれちゃんと話をしないとね。いつも私のおこぼれ持ってって。この島にいるうちらを殺したい悪夢じみた化け物たちってさ、数が超多すぎでしょ。確かにね、もう何体目か忘れちゃった。あの三角野郎、あんたとちゃんと話をしないとって言ってた。宙に浮いた不気味なやつに対して変に礼儀正しかったよね。さっき調べてる剣のヒントがどうとか言ってなかった？うちにも教えてよ。その地にありしは赤き木々、落ちた枯れ葉が足元で、音を立てては朽ちる場所？うちからすると場所のことを言ってるって気がする。あんたはそこに行きたいわけ？あのさ、
冒険に戻った方がいいと思うんだよね。ヴィラル山で何か起きてるって噂聞いてない？あそこを調べてみるのもいいかもよ。まあ、やっぱその北の山にまずは行かないといけないんですね。なるほど。はい、それでは今回はここで区切ろうと思います。大天使の一体をまた倒すことができました。まさか墓場にね眠っているとはね。次回こそキャプテンリーダーと戦います。はい、多分ねこのパーティーで行けると思うだよね多分ね、もうちょっと技をどうしようか考えておこうと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。